あとはあんたらも知っての通り、タスカワは西洋会に殺されたよ。赤ん坊を岩見恒夫に売ろうとしたことがバレてな。あいつの殺され方見たか。そばで死んでた恋人の女は、あいつが江戸に脅されながら自分の手でやったそうだぜ。江戸が笑いながらその時のことを話してくれたよ。江戸は女が死ぬのを辰川にじっくり見せつけた後、喉を切り裂いて心臓をめった刺しにした。いくら西洋会に忠誠を尽くそうが、俺もいつ辰川と同じ運命になるか分かったもんじゃねえ。何を泣きよるんじゃ。自業自得じゃろうがバカだれ。俺が知ってることはこれで全部です。広瀬さん、約束通り俺をかくまってもらえるよう来栖会長に言ってもらえますよね。南雲、坊主をしっかり抱いてろ。え？こいつら、ハルト狙っとるか。クソ、なんじゃ踊れる。みんな下がってろ。親分とハルトを頼む。へい。